どうも皆さんこんにちは、イサフトです。よし、じゃあ早速今日実装されたダークビジョンズ遊んでいきたいと思います。今回は氷闇の広域で遊んでいきたいと思います。まあクエストを見てもらって分かる通り、アクオメ、まあ接待クエストって感じですね。で、持ってない僕は最大ダメージこれが限界かなとちょっと思っております。で、パーティーはこんな感じでいこうかなと思います。では早速、まあ敵か、敵はね、火光を高めるって書いてあるから、まああのフィナデジで光 100% バフで火を 90% バフするので、火をつけた点で言うとキャラクター全員、火耐性プラス 10% は、最初持っとくように装備で心がけました。で、まずねフィナデジなんですけども、即死をね打ってくるんですよ、どうやらあいつは。なので源氏の盾で即死無効をつけました。で、その他は引き付け回避 100% の装備構成、そしてアビリティ構成と、まあ、非耐性がね、あのちょっと悪かったので 10% 足しておきました。なんで足したかはちょっと覚えてないわまあこんな感じの装備構成ですよっていう感じ。まあビジョンカードはなくてもいいかな。で、ブレイブシュート後も基本的には同じはずなんだが、ちょっとずれている、変えていこう。まずは即死耐性をつける、で、引き付けをつける、で、非耐性はあるからいいか。こんな感じだね。非耐性光もあるで即死無効もつけたから、まあ、装備が基本的に同じにしていただければと思います。 OK、 じゃあ次マダムね。マダムね、ブレイブシフト前はぶっちゃけどうでもいいですね。これも前のなんかね言ったやつが残ってるだけだから。で、本領はねブレイブシフト5なので、ブレイブシフト5はね結構装備頑張りましたね。まあ攻撃はねかなり上限突破しちゃってるんですけど、もうね1キラーを頑張ってどうにか装備させるために常任の針金で、新村雨装備させたのと、アビリティに、1キラーをふんだんに盛り込みました。まあ持ってるだけっていう感じかな。まあサブアタッカーとしてちょっと使っていこうかなと思います。ビジョンカードは若者を導く剣ですね。で、次クラウドなんですけどね、クラウドが今回のは主力っちゃ主力なんですが、まあアビリティ、ブグ倍率、ヒトキラーは全て 300% に達しております。で、まあネリネのねこのスパトラがめちゃくちゃ優秀で、両手ブグの 50% ヒトキラーを持っております。で、アビリティですね、ディアブロを装備してるので光が最初 50% マイナスされちゃうので、伝説を超えし物で光耐性 50% アップさせて、あとはねあのヒトキラー、あとは攻撃上げてます。ビジョンカードは真夜中の失踪です。で、次レギスなんですけど、レギスの装備はだいぶ偏ってますね。光はもともと耐性は厳重で高いから、火属性だけプラスしてます。で、その他はまあフィナデジと武器の数を合わせるぐらいですね。で、次レインですね。レインもぶっちゃけブレイブシフト前は耐性 100% あるだけの子なので、どう 100% とか 10% 以上あれば誰何でもいいです、装備で。本領はブレイブシフト5で、ブレイブシフト5はパッシブで1キラー持ってるので、それにねどんどん1キラー上乗せしてやっていく感じですね。アビリティ、ブグ倍率、1キラーは全てマックスで、装備に関してはこんな感じ。アビリティですね、マンイーター、スペリオール・オブ・アームズつけて1キラーを持ってます。ビジョンカードは真夜中の失踪を装備させてます。で、ラストティファだね。ティファもねブレイブシフト前は非耐性だけプラスしていただければいいのかなと思います。で、ブレイブシフト5ですね、かなり綺麗に組めましたね。アビリティ、ブグ、LB、ヒトキラー全て300漏れました。で、ティファはねパッシブで 200% あのヒトキラー持ってるので、エドガーよりも今回は刺さるんじゃないかなと思ってティファにしました。で、アビリティこんな感じですね。まあ LB とマンイーター1個乗せてますよ。で、ビジョンカードはいつもありがとうを装備させております。 OK、 よし、じゃあ早速やりに行きましょう。よし、じゃあね、まずは、まあ、相変わらず準備ですね。4ターン目に蹴りつけていきますので、マダムで攻撃300、そして LB ゲージを満タン、闇付与の、15% のアビリティ力アップですね。で、クラウドは体験の耐性ダウンを入れていきます。フィナデジ、ブレイブシフトして、耐性のアップだね。まずは光耐性 100%、 そして非耐性を 190% バフ。レギスはもう4ターンだから最初に打っちゃって大丈夫です。ヒトキラーを 75% バフ。あとはチェインアビリティの付与、LB ゲージの回復。レインとティファはね、最初は何もやることがないのでお遊びで大丈夫です。OK。じゃあ2ターン目だね。まあもう全て全部レジストミスで終わるので安心して見ていきたいと思います。で、エーラー2ターン目ですね。2ターン目もね、基本的には変わらずなんですが、マダムの LB をね、使いたいなというぐらいです。で、ダブルオーシャンで、オーシャンズカットと、
LB ゲージの上昇で、マダムのね LB を使ってブレイブシフト後のアビリティの威力を高めていきたいと思います。で、あとはじゃあそしたら適当に遊んでいきたいと思います。まあか余裕っていうかあれだね、なんか3ターン目の2ターン3ターン目のなんか手持ちぶたさやばいね本当にもうやることねえよってなっちゃうんだけど、で、まあ3ターンでフィニッシュ決めてもいいか、これだったらね、2ターン目にティファ準備させてわざわざ4ターン目まで引き伸ばす必要はないかな。で、4ターン目に引き伸ばすとここで今ね、なんとかを集中した光もしくは火って出るんだけど、多分その攻撃が即死なんだよね。だから即死食らいたくない人は3ターン目で蹴りつけてもいいのかなと思います。なんで僕は4ターン目まで引き伸ばしたのかちょっとよく分かってないんですけど、でクラウドですね、トリプルのまあなんとなく適当なアビリティ、マダムはもうやることないから適当なアビリティで、レインもやることないから適当なアビリティ、適当っていう感じですね。よし、じゃあまあここで即死無効あるから、まあそれで耐えれるはず。これで耐えれないとちょっとよくわかんないんだけど、あ、そうだね、斬鉄剣ってやつだ。 OKOK 耐えれることが分かりました。あれね、多分ね2パターンあって、僕は結構引かないケースもありました。あの即死と多分ねもう一つ行動があるんだけど、その行動を引ければあの即死耐性はなくてもいいですが、あれば安心ですね。よし、じゃあ蹴りつけていきましょう。ティファは LB、 クラウドは耐性ね、体験ダウンが入ってるのでバーストスラッシュ3回、レインはブレイブシフトしてトリプルのアビリティの威力が高い順、低い順か、アッシュ、エクストリーム、イモータル、マダムもブレイブシフトして、まあ、まずはね闇耐性、おっと闇耐性デバフで威力が高いもの2つ、レギスとフィナデジでルーセント。よし、じゃあやっていきましょう。まずはチェインですね。タタダーン、あ、やべ、ちょっとずれた、大丈夫か、いけるか。まあここの2つがあるから100チェインは大丈夫でしょう。あー、いったね、よかったよかった、焦ったあれ惜しみすると結構メンタルくるからな。 OK、 まあこれで、あー惜しいんだよな、もうちょいどっかいじれればいけそうな気はするんだよな。まあこんな感じでね、僕はあとちょっとでいけないんですけど、アクスタークレオメがいればまあ確実にいけるんじゃないかなっていうところで、ぜひね参考にしていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。